特別作戦課所属のポセイドンです。困ったことがあれば何でも相談してくださいね。アドミンさんならいつでも大歓迎ですよ。あら、ちょうど悩み事があるんですね。では一緒にお散歩して波の音を聞きながらゆっくりお話ししましょうか。アドミンの皆さん、こんにちは。ポセイドンの声を担当させていただいております、佐藤里奈です。イエテルゲイザーが間もなくリリースとなります。おめでとうございます。楽しみですね。収録自体は結構前にスタート、第1回目撮って何回かこう重ねてまいりましたので、ようやくだねという感じなんですけど、すごくたくさんエピソードとかボイスも撮っていただいているので、皆さんに遊んでいただけたり聞いていただけるのかなと思うと私もワクワクしております。はい、ポセイドンなのですけれども、立ち絵といいますか、キャラクターの絵を見ていただければわかる通り、おっとりしたお姉さんですね。みんなの悩みを聞いたりだとか、あとそのみんなをこう後ろから支えているような感じの、お姉さん的、存在ですね。とっても可愛らしい人で、こうポセイドンでいる間はこうなんていうんですかね、この世の表現がおかしなことになりますかね、この世の悪を忘れるというか、穏やかな気持ちで、いられる、そんな人ですね。海とかね、魚とか海に関わるものが好き、イルカがね特に好きで、そういうエピソードになるとこう目が輝いてテンションが上がるところもとっても可愛らしいなと思って演じております。あれですね、こう行き過ぎないようにいい塩梅を守るっていうのを、ポセイドン の収録では、こう気をつけながら心がけて、収録しておりました。こう癒されてくださったら嬉しいなというふうに思います。はい、ということでようやくポセイドンとともに、アドミンさんたちが、こう遊んでくださる時期がやってきたということで、とても嬉しいです。私自身もどんな風になってるんだろうと楽しみだったりしますので、モーションとかはね見せていただいたりはしてるんですけれども、あと他のキャラクターのみんながどういう感じになってるのかなとか楽しみにしておりますので、ポセイドンとともにですね、楽しんでいただければ嬉しいなという風に思います。よろしくお願いします。